第4回茨城県指定廃棄物処理促進市町村長会議を開催をさせていただきます。環境省におきましても、皆様のお考え、ご意見というものを丁寧に踏まえながら、適切な処理に向けて、さらに活動を重ねてまいる所存でございます。さらに参考資料ということで、昨年9月に実施をさせていただきました茨城県の市町村長アンケートのそのフォーマットでございます。でこちらには同じくそのアンケートをお送りしたときに、市民の安心安全を先なんですよ。その時に一箇所で議論してできないんですから、そしたら方向転換するべきでね、私はそういうふうに大臣に申し上げて、そんな振興策とかそれからそういうものじゃなく、安心安全のために我々は選挙を受けるわけですから、その選挙を受けることによって安心なんだよ、安全なんだよということをいちいちも早く申し上げること、それが首長の責任だというふうに私は先ほど申し上げたようにそう思っています。一箇所に集約して安定的に保管していくと、これが我が省の基本的な方針であります。また今ご意見さまざまいただきました、それぞれの立場からですね、そしてまたアンケート調査の結果でもお聞きいただいたような結果がございます。両論あるわけでございます。そこで特に保管をしている自治体がですね、当事者としてより深刻にこの問題を捉えておられるわけでありますから、その保管をしておられる自治体において集まっていただいて、方向性を話し合っていただきたいと、それをですね、この場に全体の市町村長会議の場にご報告をいただいて、そこでまた議論をして進めていこうと、その場でまた決めていこうということでございます。その議論の過程においてですね、その保管している場所で引き続き継続をしていくということもですね、排除しないで議論をいただいていいと思っております。一方において、その他県ではですね、一箇所に最終処分場を作ることをお願いして、そして茨城では例えば14市町村が分散で保管していくという、こういうことを OK って言ったらそれにのっとってやっていくっていうのは、これはダブルスタンダードじゃないですか。いや、県内で処理するという大きな方針のもとにですね、それぞれのまた県におけるですね、事情を勘案しながら進めていく必要は他方であろうと思っております。決してダブルスタンダードということじゃないと思いますよ。事情がね、環境が似通っているのに、それぞれ異なる対応をするとすれば、これはダブルスタンダードだと思いますけど、事情は違うわけですから、それぞれの事情によく留意しながら進めていく必要はあろうと思います。いずれにしましても、安全安心に適切に処理をしていくという方針については、しっかりとスタンスはいつになっていると思います。今の事情というのは、放射性物質廃棄物の量なんでしょうか、濃度なんでしょうか、なんかどこら辺にポイントがあるのでしょうか、違いというのは。最初申し上げましたですね、例えば、栃木県におきましては177箇所に分散保管されております。それから宮城では76箇所だったかなに分散、ごめんなさい、37箇所ですね、分散保管されておりますね。そしてそれぞれが稲わらであったり、牧草で、あったりですね、腐りやすかったりしてですね、特性が違うんですね。速やかにこれを処理する必要が迫られております。そしてですね、これに比べてですね、
茨城県におきましては15箇所にこれが安定的に保管されておりますね。比較するとですね、クリーンセンター等におきまして、いわば公的な管理の下でこれが行われております。そしてその何ていうかな、濃度においてもね、量においてもまた違うものがございます。例えば濃度で言えばですね、まあいろんな条件の違いによって相違が出てくるわけですけど、まあ宮城とかその栃木の場合はですね、まあ10年15年経ってもですね、やはりそのまあ8000ベクレル以上のものがですね、1000トン単位でね、この残っていくということが予測をされているわけであります。でそれが栃木県においてはですね、まあ1トン、ごめんなさい、茨城県においては、0.6 トンだったかな。これが15年後か、15年後、13年後に 0.6 トンと予測をされておりますね。まあ、そういった違いもございますね。まあ、申し上げたような環境において、また状況においてね、大きな違いがございますから、これを同じように議論をしていくということはやっぱりそぐわないだろうなと思います。理想論としては確かに一箇所という意見もありますけれども、現実論として考えたときには、皆さんこのままの保管でいいんだろうかと、例えばフレコンバッグがそろそろ交換しなくちゃいけないような時期に来ているとか、みんな悩み抱えているわけですので、そういったことに対応するためにずっといつまで待ってればいいんだろうということになりますし、セシウム濃度の高い時期に少しでも安全な形にしなくちゃいけない、特に竜巻その他の話も頻繁に出るわけですけれども、そういうことを考えればですね、早くやることが肝心だろうと思っております。理想論というよりは地元のこの何ていうんですか、行政預かっている市町村長さんとしてはですね、早い対応というものを求めているんだろうと思います。